NHK ワンセグには日本放送協会が NHK 教育テレビジョンのワンセグ放送の名称で通常の放送とは別に独自放送を行うサービスの名称でもある。独自放送は2009年4月6日から2015年3月まで運用を行っていた。日本のワンセグ放送は2006年日本放送を開始してから数年の間は 通常の地上波放送と原則同じ内容を放送していたが、携帯電話対応機種など、ワンセグ受信機の設置台数は増加する一方で、ワンセグに適した番組の放送が少なかった。地デジエリアの拡大に伴い、放送と通信の融合の観点から、2008年度に民放で独自放送が解禁された。NHK は放送法に基づく必要な手続きを行い、 2009年度に災害時など緊急時以外の報道番組などの差し替えが不要な教育テレビでワンセグ独自放送を開始した。12セグメントデジタル放送の分割放送と異なるため市販のワンセグ専用テレビやワンセグ対応の携帯電話、スマートフォンタブレット端末、車載用のワンセグチューナーやフルセグ、ワンセグチューナー、パソコンの USB ジャックにつなげる。 簡易チューナーなどで直接受信可能である。また、ワンセグ放送の同時録画ができるテレビ、BD レコーダーでも同時録画を入りにすることで、12セグの通常番組とともに、ワンセグ2の番組も録画ができる。開始当初当初は、平日12時台に、ワンセグランチボックスと題した、ミニ番組内報型のワイド番組を放送したほか、夜間などにも、 同番組に内放された内容の再放送など、独自番組を積極的に編成した。新聞の番組表は、ラジオ、第2テレビ面の局小サイズで掲載した、e テレサブチャンネルの項目で、ワンセグ2の独自番組表も掲載していた。規模縮小2012年度の番組改編で、ワンセグ開始時から実施してきた、平日の12時台の独自放送を廃止、14時台に、 子供向け番組を放送した。深夜帯の編成は、2011年度に実施した月曜日から金曜日の帯編成から木曜日及び金曜日の深夜だけに変更した。2013年度は土曜日を除く日中の単独放送が廃止、夜間も週末の独自枠が廃止され、ゴールデンタイム枠の過去に、青山ワンセグ開発の月間チャンピオンを受賞した作品のレギュラー化などに、 とどまり、他は、フルセグの編成を放送している。独自放送の終了を2015年度の番組改編で、ワンセグファンミと、青山ワンセグ開発の放送が終了し、E テレのワンセグ独自編成の放送は、終了、独自放送としては廃止となったが、E テレのワンセグ放送の名称でもあるため、放送派として、ワンセグには2015年度以降も存続している。なお、 ワンセグ2のホームページは2015年3月30日で公開終了とされている。青山ワンセグ開発の趣旨は事実上、E テレジャッジと改題をした上で2015年度からも継続して放送されている。記載の時間帯はいずれも2014年度のもので、時刻は日本標準時。記載していない時間帯は12セグメントデジタル放送と同じものを放送。 高校野球期間中と年末年始、突発的な大規模災害があった場合は、ワンセグ独自放送を行わない日がある。NHK ワンセグ2では、オリジナル番組、他チャンネルの番組そのもの、他チャンネルとの連携番組と3つに分類される。詳細は各記事を参照。この項は全2項と異なり、他チャンネルで放送された番組をそのまま放送するのではなく、 その一部を抜粋して、ワンセグ仕様で放送するもの、または連携して制作された、ワンセグオリジナル番組である。経営計画に示された、NHK との接触率を高めることを目的として、編成された番組群である。12セグデジタル教育テレビの第3チャンネルでは、毎週日曜日の午前に、ワンセグ2の番組の一部を再放送していた。なお、ワンセグ自体では、 通常の番組を放送。2010年度の差し替えは、ワンセグ番組へではなく、NHK ワールド TV の番組や、通常の教育テレビ番組へ差し替えるようになった。2011年度には、日曜日の独自放送を廃止し、通常放送と同一とする編成を行った。ありがとうございます。